生態情報応答学分野の長尾です私の分野では植物からの有用な生理活性物質の探索とアイのバイオロジーについて研究しております私の方からは植物からの有用な生理活性物質の探索についてお話ししますなお私たちは学部の方は農学部の食品生物科学科を検討しております植物には様々な有用な化合物が含まれております 例えば皆さんよくご存知のポリフェノール類カロテン類それからアルカドール類といった化合物が知られております例えば皆さんカテキンとかアカワインに含まれるレスペラトロールそれから人参やカボチャに含まれるカロテン類もしくは例えば消しに含まれるモルヒネのような鎮痛物質こういったものをよくご存知だと思います。これらの 化合物物物は植物の二次代謝産物と呼ばれております生存に必須な例えば糖タンパク質核酸脂質これらは一次代謝産物と呼ばれるわけですけれどもこの代謝の過程で派生してくる二次代謝産物というものがございます。二次代謝産物は ここに書きましたように生命時に必須ではないわけですけれども情報を伝えたり身を守ったりするために重要な化合物であります。私たちはあるウリ科の植物からククルビタシンと呼ばれている苦味物質を発見してきました。ククルビタシンはキュウリやゴーヤに含まれる苦味物として皆さんよくご存知なものなんですけれどもこのククルビタシンは 細胞骨格系細胞の中の形を支えたりするアクチンと呼ばれるものに作用して細胞の形が変化するとということを見出しましまた例えばこのビデオを見ていただきますとこれはアクチンに YFP という蛍光物質を結合させているんですけれどもクルビタシンを添加しますとこのように細胞の形が変わっていくみるみる変わっていくということが分かります。ここのクルビタシンを作ることで植物は 自らの身を守ろうとしているわけですけれどもまあ生物界は面白くて例えばこのトホシテントウと呼ばれているテントウムシは丸い溝を掘ってククルビタシンが来ないようにしてその苦くない部分を食べますウリハムシという昆虫がいますけれどもウリハムシは逆にこのククルビタシンを好んで食べますなぜかというとそのククルビタシンを貯めることによって外敵から身を守るということができるからです さて私たちの現在の研究ですけれども、えー、漢方薬に使われているような植物およびチュニジアの国からあーに自生する乾燥地の植物、まあ、こういったものを対象にして、えー、有用なものを取ってこよう、まあ、実際には生活習慣病の予防や治療に使われるようなものを取ろうと思って研究をしております。でこののチュニジジアのプロジェクトは 筑波大学の磯田先生が代表されている JSTJICA の乾燥地生物資源の機能解析とと有効利用というプロジェクトの一環でありますでチュニジアは、えー、皆さんご存知だと思うんですけども、えー、アラブの春の革命で有名になった国で、えー、地中海にあってちょうどイタリアの対岸の北アフリカ側に存在しますチュニジアは北側は地中海性気候の肥沃な土地なんですけども南の方はサハラ砂漠です まあこういったまあ多様な環境、さらに乾燥地という過酷な環境に生きる植物から有用なものを取ってこようと思って研究をしております。まあ具体的にはその乾燥した植物からそういった成分を抽出してバイオ活性つまり生物活性を指標にしてその有用なものを取ってこようと思っております。まあこの具体的な単に同定に関してまあ使う機会とかまあその成果の一端は。 宮前の方からお知らせいたします生態情報の宮前です私から研究に用いる機器や手法について説明しますまず植物をこのようにアルコールなどの有機溶媒に漬け込みます次にこちらのエバポレーターという機械を使って中に含まれている液体だけを蒸発させ取り除きます こうして得られたこの抽出物の中には無数とも言える化合物が含まれていますこの中から単一の物質に生成するために用いるのがクロマトグラフィーという技術ですまずこの抽出物をこちらのカラムクロマトグラフィーという手法を使って物質の性質の違いにより成分を大まかに分離していきます 分離した成分をこちらの高速液体クロマトグラフィーという機械を使って物質レベルで分析することにより単一の成分に生成しますこちらの画面に見えているピークの一つ一つが化合物に相当します生成した物質を核磁気共鳴法や質量分析系といった精密手法により解析することで 物質の化学構造を決定しますこの部屋は動物細胞の培養を行う培養室です動物細胞の実験はこちらのクリーンベンチの中でホコリや菌の混入のない状態、無菌状態で行われますこのインキュベーターの中には 細胞や脂肪細胞などさまざまな種類の細胞が培養されていますこれらの細胞を使って生成した物質の効能例えば糖尿病や炎症などに対する薬理活性を調べます生態情報学分野の幹部です私のグループでは亜鉛トランスポーターに関する研究を実施しています我々の体は主に酸素・炭素炭 水素・窒素で構成されこれら4つの元素で体重量の95%以上が占められますしかしながらこれら主要元素のみでは生体機能を営むことはできません生体機能にはごく微量に存在する元素が必須の役割を果たすためです私のグループではこれら必須微量元素の中でも特にアイエンに着目した研究を実施していますアイは体内に 2g 程度しか存在していませんが極めて多様な生理機能を果たしています 例えば人のの体をを構成すするタンパク質の約10に亜鉛モチーフを見出すことができます。これらタンパク質において亜鉛は構造因子として酵素の保因子として細胞内外のシグナル因子として機能しておりこういった知見からも生体内の亜鉛が重要な機能を果たしていることをうかい知ることができますしたがって亜鉛が不足すると健康に大きな影響が現れますよく知られている亜鉛結乏症の例として味覚障害が挙げられますが そのの他ににもも重篤な皮膚炎免疫機機能能や神経機能の低下もアエン欠乏症としてて明らかにされています最近日本を含む多くの先進国で潜在的な亜鉛欠乏の者の数が増加していることが判明しメディアにおいても亜鉛欠乏は取り上げられる機会が増えてきましたこのように重要な役割を果たす亜鉛の対処のために生体内には非常に巧妙な仕組みが備わっています そこで機能する重要な分子が亜鉛トランスポーターです。人には20種類を超える亜鉛トランスポーターが発現しており、亜鉛輸送の方向性から細胞質に亜鉛を増加させるジップトランスポーターと、減少させるジ GND トランスポーターの2つのグループに分類されます。亜鉛向上性を維持するためには、両トランスポーターが協調的に機能することが不可欠です。その機能が破綻すると、さまざまな疾患が悪化し、最近の研究から、 がんや糖尿病、アルツハイマー病といった疾患にも関与することが明らかにされてきました。私のグループでは、これらアエントランスポートの機能解析を通じて、亜鉛の多様な生理機能を解明して、健康増進に結びつける。研究や疾患の予防治療に役立つ研究を役立つ知見を明らかにすることを目的に研究を実施しています。